ゲットダウンは2016年から2017年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。1970年代後半のニューヨークで音楽シーンに身を捧げる若者たちを描く。企画、制作はバズラーマンが務め、ジャスティス・スミス、シャメー・クムーア、ヘリゼン・エフグ・アルディオラ、ジェイデン・スミスらが出演した。ネットフリックスオリジナル作品として制作され、 2016年8月12日に第1シーズンのパート1が2017年4月7日にパート2が配信された。続編の予定があったもののシーズン1で打ち切りとなった。1970年代後半ニューヨークのサウスブロンクス。犯罪と貧困がはべこる街で若者たちが新たな音楽シーンに身を捧げ世界を変えてゆく。ゲットダウンのキャスト。 上段左からジャスティス・スミス、シャメイ・クムーア、ヘルゼン・エフグ・アルディオラ、ヤーヤ・アブドゥル・マティン・ニセイ、ジミー・スミッツ、ジェイデン、スミス、ダビード・ディグス、ジャンカルロ・エスポジート、ママ・ドゥアティエ、ケビン・コリガン、ブランドン・ジェイ・ダーデン、マイケル・ギル。本作は、バズラーマンが10年以上の歳月をかけて、コンセプトを練り上げたものだった。当初は13エピソードを予定していたが、 最終的に11エピソードに短縮されている。制作費は約1億2000万ドルで、ネットフリックス作品の中で過去最高の規模であった。これは当初の予算を750万ドル上回っている。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトのロッテントマトズに78件のレビューがあり、批評家支持率は77%、 平均点は10点満点で7.2点となっている。また、メトクリティックには31件のレビューがあり、過重平均値は69、100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに14件のレビューがあり、批評化支持率は86%、平均点は10点満点で7.68点となっている。ありがとうございます。